せーの、ハチャンネルレーザー。はい、レーザーです。皆さん、今日はあれだね、先月、先週だ、先週は22万動画撮っていた、で、今23万全然超えてますけどね。超えてるけどね。23万4000円。あのドラムボール、どっちも曲持ってるんですよ。でそれね、なんかね、争いがあったらしいんですよ。で、それが8月の30、31で、なんか分からないらしいんですよ、結果がね。で、まあ、どっちが勝つかなと思って予想はしてるんですが、多分レーザーの予想さらしいかな。ドラムボールが勝つんじゃないかと思うんですよ。主張高いからね。遊戯王はほら結構あの初期の曲だけだよね。今のほとんどの歌ってるのはあのほら知ってる人は知ってるかもしれないけど、あのほらの違うアーティストが歌ってるから、遊戯王さんが持ってるのは可愛い叫びっていうエンディングテーマですからだけなんでね。だからそこをまあうまくできるわけではないと思うので、ドラムボールかなと思ってます。あとまあディナーショーはちょっとまだ話してないので、わかんないところです。30周年ライブは5月のどこかで言われてるに、まあ、家さん行ったかな。まあ、今回ね、まあ、うちでは2回っていうのは、終盤の次ぐらい出てきたもの。あれなんだっけ、これ、噂だっけな、あのギタリストの人、あの、今の人がいろいろ言ってて、あの、なかなか帰ってこなかったんですけど、今回ね、帰ってきたんで、そこの人の、そこでいろんなね、あの、帰ってきた記念の、曲も聴けたんで、リアルしてるんですけど。で、まあ、あとはその点で、まあ、やっていったと思いますね。まあ、曲的には、なんだろうな。まだ、新曲が昨日、その時初、1曲ぐらいやってくれたんで、まあ、それ出てないんで、それは多分次の30周年で多分出るんじゃないかなと思っています。あとは、あれかな、その、書いてる杉氏やんない曲をやってくると思います。すごいね。あとは、じゃあまあ、ゆっくりとな。ちゃんとまあ、やっとね、正規のレベルが帰ってきたんで。そうですね。あとはまあ、兄貴のドラム聴く人、兄貴、あとゆえさんのソロ聴く人っていいと思うんですが、まあ、聞いてきてくださいってことかな。あとまあ、やっぱりレーザー登録をしつつ、まあ、あとまあ今時期的にまあ梅雨だから、梅雨が明けて、ちょっと夏をね、うまく過ごしていきたいと思うんで、よろしくお願いします。あとは、そうだな、15日にバード行ってくるんですよ。赤羽でやるライブなんですけど、結構それ
なかなか家でライブしてないんで、そこでまあ、聞いてきますね。まあ、いつ調べたっていいかからね。映画版と、あの、初期の一番最初の、あれかな、あの、オープニングかな。まあ、それを聞いてきて、行きたいと思うので、皆さん、まあ、その時の方の、別も多分、ビールより多く出ると思うので、またまあ、そこもまあ、紹介しつつ、やっていきたいと思っています。まあ、あとまあ、皆さんはね、その、これからまあ、あの、さっき紹介したシャツはまあ、こういうとこ着てるやつは、ちょっともうちょっと考えないんで、厳しいですが、まあ、あの、兄貴です通販の直販に出てるんで、買えると思うので、ぜひともあの、なんだっけ、兄貴のそのドラムをね、ドラマを聴き方はそのシャツをご購入いただいて、車級のね、上行ってくださいよ。ありがとうございます。じゃあ、そろそろ、まあ、あの時間なので、こちらでいいですか？はい。はい、じゃあ行きましょう、最後。ですかも、こちらで、そろそろね。はい。たんたら、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 たんたら